形式図9050型は、北海道大港鉄道が発注し、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に引き継がれたテンダー式蒸気機関車である。9050型は、9000系系列の小型コンソリデーションで、こちらはアメリカンロコモティブ車、ピッツバーク工場製である。1907年に26両が輸入されたが、到着時には発注車である。 北海道炭鉱鉄道は国有化されており、直接関接鉄道に編入された。メーカーの記録では、北海道炭鉱鉄道が発注したものとされるが、1908年の鉄道年報ではそのうちの6両が、石狩石炭会社からの購入と記されており、北海道炭鉱鉄道国有化の対象からも、外れていた。しかしながら、これらが輸入され、 組み立てられた直後から使用されていたのは確認されており、国有化の際に宙に浮いた格好になった6両は輸入を取り扱った三井物産から一旦石狩石炭の所有になり、その上で関節鉄道に納入されたものと推定されている。形態的には砂箱が蒸気道具と煙突の間に1個、運転室の床面も高められており、急線営。 9030型に比べて洗練されている。ピッツバーグ工場製であるが、アルコ統合後しばらく経ってからの製品であり、デザイン上のピッツバーグ色は薄く、アルコ成立の中心となったスケネクタディ色が強い。9 0 0 0系9 0 3 0系の小根に対して新根と相性された。北海道単行鉄道国有化後の納入となったが、しばらくは、 予定番号のまま100から125として使用された。先術の石狩石炭からの6両は116から121である。1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では9050型に改められている。配置は夕張地区及び室蘭地区で後に滝川や岩見沢に移った。入れ替え用としては室蘭、内部、 釧路などである。1937年12月から1938年11月にかけて陸軍の要請により全車が供出され、内部、釧路土崎、氷山、長野の各工場で1メートル期間に改造の上中国の小建鉄路に送られた。軸重が軽く、まとまった量数があったが、ゆえの抜擢であったが、太平洋戦争後、 帰還したもものは1両もない。中国語版の記載によれば、戦後河北交通のソリエ型から最終的に KD51 型へ解消され、金川線で1台が1961年より、後まで運用されていたと推測されており、またこれとは別に、琉州寺局の南寧ムダンに1962年まで1台の KD51 が在籍していた。ありがとうございます。